えー7、えー、9月23日の相場解説になります。今月ももう、あと、数日しかありませんね。皆さん利益は出てるでしょうか。これ、ウィークリーなんですけども、ウィークリーを書くときはいつものように、これ行きましょうか。ここがあって、ここがあって、ここがあるということですよね。で、ここに反応したら、上に上がる、上に上がる、上に上がるということで来たということですよね。えー、まあデイリーの方にこのまま移りますよ。 結局ね、同じパターンで来てるんですよ。で、これはあ、どんな風に私引きましたかね。こういう風になってるよっていう風にね、引きましたね。で、セカンダリートレンドがこっち来てると。それがまた再びですね、下に下がってきてるんじゃなかろうかというところでございますね。えー、ただ私ね、これからね、ずっと上がるとは思ってたんですけどね、どうもそうはいかないのかもしれませんね。はい、次です。1時間足を見てみましょう。あ、4時間か。 4時間を見てみると、セカンダリートレンドのところが拡大されています。ここからビューッと上がってきてますね。この流れに乗って、取れていけている人もいたと思いますけども、えー、ここで、あれちょっと下がりが大きいなということで、1時間を見てみるようになりますね。1時間を見てみると。はい、1時間の場合ですね。これはね、ちょっと難しい形になってるんですよね。まあ私は1時間の主戦場なんで、この形が来たときはかなり嫌だなと。 やりたくないなというところなんですよ。<laughs> どういうことかというと、こういうふうに上がってきてるわけですよね。で、大きく下がりました。で、これといった特徴もなく、レンジに入ったような感じがするんですけども、唐突に下がるということなんですよね。これもここっからね、どういうふうに進むかわかんないんですよ。例えば、こういうところから力点がありますから、ここにぶつかったら上に上がるのかなと思ってたら、そうでもないんですよね。だって、こんなところからもう窓を開けちゃってるわけですよ、ここ。ねいやー、難解ですね、これは。だからちょっとね、これ、 わかるる形が来るまで待つ肝心なのは分かる形が出てくるまで、えー、待つということです。この形を分かる人もいるんですよ。それはもう私なんか想像もつかないようなね、レベルの高い方です。この形でね、1時間でエントリーできる根拠が見つかる、見つかります皆さん。私はちょっとね、少なくともエントリーできる根拠が見つかりませんので、解説することがないんですよ。なんだこりゃって一言ですよね。 まあ、ということなんで今日は大したことが言えません。えー、一日、もう、チャートから離れて、気分を変えてね、明日、あさってという形で見ていこうかと思います。はい、ということで今日は短めでございました。で失礼します。